私という曲を。ライブハウスで歌ってる一人の少女が言葉を放った。前田琴音です。21歳、しゃべくりシンガーソングライターをしております。改めましてしゃべくりシンガーソングライターとして活動しております前田琴音と申します。どうぞ今日はよろしくお願いいたします。ありがとうございます。しゃべくりシンガーソングライターっていうのはどういうことなんですか、ね、ああ、しゃべりますね、よくやばしゃべんの大好きです。うん、一生しゃべってますね。なんかずっとしゃべってるけど、歌う時のメリハリはちゃんとつけたいなっていうのはあるから。皆さん一人で悩まないで、何かあったら私でよかったら話は聞きますし、何かあったらこの歌を聴いてください。疲れたらよく眠って、お腹が空いたらご飯を食べて、ダラダラしてるのです。またあの子が一つ夢を叶えたと SNS で流れてきました。ああ、何もしてないのにさ。歌うのですか？楽しいです。音楽があってよかったなって最近はすごい思うことが多くて、音楽があったからこういうつながりもたくさん増えたし、音楽があったからいろんな人とつながれてるなっていうのがすごい思うので、 歌うことを初めてよかったって思うことが増えました。こんばんは。こんばんは。たぬきちさん、会社到着するんで、あ、頑張ってくださいよ。今から仕事を、大変ありがとう。普通の女の子やったら多分恋しても曲を書いてないし、悔しいことがあっても曲を書いてないし、みんなと出会って嬉しいなと思った時に曲も書いてないけど、音楽があったからみんなと出会えたし、音楽があったから友達も仕事も勉強も恋も全部楽しいなと思いました。大阪城ホール、私はそこで歌います。確信に変わった時は、あの大阪城ホールで歌うって決めた時、私の初めての CD の発売のイベント、その時に初めて、私は今からシンガーソングライターとして大阪城ホール3年後目指しますって言ったんです。もっと頑張れよ私、悔しいだろう、負けんなよ、一番自分が思ってるだろう、失敗するのを怖がるんじゃなくてさ、失敗する勇気を持って、もっと頑張れる私って。久しぶりのお客さん入れてのライブなので楽しみですね。やっぱりお客さん入れてがなかなかできなかったので。誰も悪くないから。で、私が今何やろ、活動してるライブハウスとかもすごいちゃんと徹底してるから、ライブハウス自体はすごく徹底してくれてるなと思うし、そういうのを見ると私が守っていきたい場所の一つでは絶対あるから、守っていかなければならない場所やし、お客さんも守りたいし、アーティストも守りたいから、逆にこれをプラスに変える方法を最近考えてます。もっと頑張れる私、できるんだ、知ってるんだ、一番自分が分かってるんだ、ほらみんなが私の背中を押してくれ、諦め
して夢を叶えるアーティスト、不可能を可能にするアーティストだと私は思ってるので、一緒に、私一人じゃなくてみんなと一緒に夢を叶えたいなというか、みんなと一緒に何か成し遂げたいなっていうふうにはすごく自分の中で、それがなんか誰よりも強いアーティストでありたいなっていうか、お客さんと共にっていうのが誰よりも強いアーティストでになりたい、アーティストでありたいなとは思ってます。ここから前田琴音はさらに進化していくので、一緒に応援してもらえると、いや一緒に共に夢を叶えるために一緒に走りましょう。行くで、あそこに大阪城ホール行きましょう、レッツゴー。はい、慣れてない